あ、ショートホールです。第5ローは110ヤード、第5ローはピンまで110ヤードとなっております。今日は右奥って感じですね。ティーグラウンドもちょっとレギュラーティーにしては前にあります。今日はでもご覧の通りずっと左側池なんで、もう安全に行きたい方はやっぱりもう右狙いに徹する、全然右に外してもいいやっていうつもりで、あのピンのポジションなら右に外してもアプローチしやすいんで、あんまり大きめの番手持たない方がいいですね。ここは右手前からのアプローチの方がやりやすい。カエルの合唱が聞こえます。ピッチングで打ちます。大五郎さんドローヒッターなんで、ピンのちょっと右から、アキナさんは105ヤードくらいかな、7バーヤンで打ちます。でショートホールの時は結構ランが出ることも計算して番手を選んだ方がいいですね。あの意外とナイスショットするとグリーンって結構転がりますから。でティーアップの高さも練習で結構高いティーを高くしたボールを打てるようにしておくと、まあ、ショートホールはこうダフったりそのショートするミスになりづらいと思うので、まあ普段の練習でちょっとティーアップして、まあティーを1センチくらいね、地面から上げて打つ練習をしておくと、ショートホールとかで極端なショートするミスが出にくくなると思います。ティーを高くすることでこう横振り、ね、できるんで、こう地面に当たってダフるっていうミスが減らせる。なのでこれ7番アイアンですが、横からちょっと払い打つ、そんなイメージで打ってみます。完璧ですね。超バーディーチャンス。アキナバーディーチャンス。ティーショットがめちゃくちゃうまい。アキナティーショット上手だね。大五郎さんはピッチングで打ってちょっと当たりがね悪くてショートしてこちらです。上りの10メートルちょっと、12、3メートルって感じ。ここはねもう安全にパターでいきたいと思います。まあ、全体的にちょっと緩やかなフック傾斜の上りといった感じです。このようにちょっと外から打つ場合は若干パンチを入れるイメージですね。あの振り幅を大きくしないで、いつものこの感じにプラスちょっとパンチを入れるっていう、そんなイメージで私は打っております。あー、思ったより切れる、思ったより切れましたね。大五郎さんのパーパットからいきたいと思います。上りですね。いやー、大五郎パターうまい。ナイスパッ。そしてアキナのバーディーパットです。こうライン上にピッチマークとかあっても結構気にしない方多いんですけどね、やっぱりこの作業が10回あったら1回くらいその影響で外れることってあるんで、やった方がいいです。結構切れました。惜しい。ナイスパーですね。ナイスパーです。連続パー、連続パー、秋の連続パー。ピッチマークの直し方についてちょっとね説明したいと思います。1本のこのグリーンフォークです。赤い1本、2本のやつもありますけどね、私は1本が好きです。で、ポイントはね、周りから寄せる、周りから寄せる、周りから寄せてあげる。
このように何回か刺せば盛り上がってくるんで、これをポン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 とパターで鳴らして平らにするんですけど、良くないこのピッチマークの直し方は、刺してからこう持ち上げちゃうような方がいるんですけど、こうするとやっぱ根っこが切れちゃうんで、下からこう持ち上げるんじゃなくて、刺しながら寄せるっていう感じ、こういう感じ、わかります？手首がこうピンってなる、刺したらそのまま寄せる、刺したら寄せる、刺したら寄せる。で、できればこれをこうスピーディーにできると傷がつきづらい。こうやって勢いよく、わかりますか？勢いよくこの寄せる、グッグッグッ、寄せてあげて盛り上がらせる。で、これをパターでトン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 、だいたい3回から4回刺せばもうピッチマークって治ると思うんで、自分がやっぱりちゃんとつけた後は責任を持ってね、直せるといいと思いますので、まあこう最低限のマナーというかね、みんながこうグリーンで気持ちよくパッティングが打てるためのマナーとして、初心者の方も上級者の方もね、やっぱ関係なくそこはぜひこのピッチマークを、まあ自分のは最低限直すで、余裕があれば、この大きなピッチマーク跡があれば、余裕があればやっぱ直してあげると、そのゴルフ場にとっては非常に助かる行為だと思いますので、ぜひ皆さんも協力してね、皆さんが気持ちよく回れるようにお願いいたします。